いいのありました。正直それぞれ仲いいのは誰え、仲良い、この3人の仲良いってことは、いや違う、別じゃね。正直仲いいのは、正直、うん、え、仲いい、裏でよく遊ぶよとか、意外とこの人とは仲いいですって。あ、まあ言うたらね、うん、そうやな。え、でも、え、なんだろうな、俺めちゃめちゃ話す、うん、なんか最近俺ケンモチさん、ケンモチさんよく言うんだけど、へえ、話すんや。割と話す、裏で。え、何話してんの、え、好きなん。いや、好きなんて何どういう会話それ。嫌い、嫌いもおかしいし、好きって言ったら変なんだけど。応援するわ、それは。ね、うん、応援するわとかじゃなくて、そういう感じだったっけ。そうなんだ。そう、す、うん、割と反なんて好きじゃない。そうなんだよね。何してるの、ゲームしてるの。うん、ゲームしないよ、ね、ゲーム…だな、なラップが共通点として、ラップしてんの、裏で。ちょそんな…よ、ケンモチ久しぶりだな。よ、ケンモチ、イエーって。最近どうだよ。そんな…そういうことじゃない、そういうことじゃない。共通の話題としてラップがあるから、クザ君これ、うん、やってたけどどうみたいな。あ、これめっちゃいいっすね、ここのこのバランスがうんぬんかんぬんで、でもこれもう最高の試合じゃなくて、ケンモチさんこれどうすかみたいなのを会話を糸口としてちょいちょい話してる。俺はまあまあにわかだけど、もちさんはもうすごいから、ガチガチ好きなんだ。そう、面白い、いいね、同じ趣味があるのやっぱ喋りやすいよね。そうだよね、うん、そうそうそう、世間話ぐらい。他2人は、私はね、割とね、ほんまに遊ぶのがリオンさんだね。そうなの？マジで、多分、3回ぐらい、今月、2やってる。あ、オフで？オフで、遊びに行って。3、2、3ぐらい。な、何しに行って？え、もうそれ、やばい、親友。それ好き？もしかして。好き？好き？これ好き？お幸せに？好きなんだろうね。あだから、コモハのケモスさんと一緒だよ。一緒一緒、好きなんだよ。一緒とかじゃないから。いや、なんだ、あら、仲いい。あら、花火行ったりしてるんですよね。そうか、俺も行ってくるわ、じゃあ。花火行ってきて、2人で、ちょっと。行ってくるわ、だって。もう仲いいっすね、結構。うんうん、リリムは。え、なんか自分は仲いいと思ってて、相手はそうじゃなかった。だからどうしようかなって思ってて、分かんない。泣くなよお前。泣いとるか。いいよ最悪。シーナとクズハって言っていいよ。それで行こう。この二人。いや俺全然友達は持ってないけど。え？え？うん。え？え？怖い怖い怖い。いや、え？友達だと思ってたらしい。ちょっとやだ。いや。嘘。え、本当にいないの？あ、あ、うずこいるじゃん。あ、確かに。好きじゃん、好きじゃん。あ、好きじゃん。すごい。あ、うん。あ、あら。あら。あ、イブ、え、好きだったのこれ。そうだよ。そう。ケンモスさんとクズハと同じ関係だよ、それは。そういうんじゃないから。そういうんじゃない。あ、そうなんだ。リオンシーナ、リリムコウ。いや、結構ストイックな付き合い方してるから、気持ちさんとは。うん、なんか仲良くなったのかなって近づこうとするとバチンって弾かれる感じのバリアを張ってる、あの人は。弾かれんの、うん、それ仲良くないんじゃね。いや、仲いいはず。ほんまに仲いいはず、うん、え、クザがそういう人好きなんじゃない。あー、もう別に、あ、確かに。この流れでいくと追いかけたいみたいな。こんなそんなめめしい話してない。じゃん、なんか。ねえ。お前めんどくさいやつやん。めんどくさい女子じゃん。違う。そういうんじゃないんだよな。そういうんじゃないんだよな。追いかけたいんだね。なんでそういう話つなげた。ズバッとはないほんね。ほんとなんか典型的な恋バナみたいな流れ。おかしいだろ。なるほど。そうじゃないで。
じゃあ次なんかあります？あと色々あった、仲良くなった、転んだけどただじゃ起きなかった、あの後お前は何か変わった、やったねーって言ってる割には何一つやってねー、企画もコラボも誘われるだけ、自分で外で